アーサー・アーレスリー・ベンジャミンは、オーストラリア出身のイギリスの作曲家。ブリスベンのグラマースクールから奨学金を得て1911年に、都営市ロンドン王立音楽大学に入学。チャールズ・ビリアーズ・スタンフォード裁判年の皇帝となる。第一次世界大戦中は、不評体や空軍に従軍した。1921年に、イングランドに戻り、王立音楽大学ピアノ科教授に就任。 文下にベンジャミン・ブリテンがいる。1960年にガンヌ・タメタカイ。1938年に手遊びで作曲したジャマイカ・ルンバがあまりに有名となったため、一般にはライトミュージックの作曲家とみなされがちだが、実際には数多くの歌劇や合唱曲、器楽曲を手掛けたクラシック音楽の作曲家である。スタンフォードの超愛を得られたのも、 ベンジャミンがブラームスの崇拝者だったからであった。しかしながら作風においてはフランス近代音楽、とりわけ新古典主義音楽の影響を少なからず受け劇的であるというよりリズミカルで優越感に富みおおむね色彩的感覚的である。代表作としては公共曲と2曲のピアノ競奏曲の他にヤッシャハイフェッツのために作曲されたロマンティックな組曲がある。 ヒチコック映画、知りすぎていた男では、音楽監督、バーナード・ハーマンによって、ベンジャミンのカンタータ・タ、ュケが用いられた。また彼は、ドメニコ・チマローザの、チェンバル・ソナタから4曲を選び、編曲して、オーボエ競争曲に仕立て上げ、チマローザのオーボエ競争曲として、有名になった。ありがとうございます。